佐藤和夫とばちゃんです。今日は真岡地区の地域公民館の発表会も含めていろいろなイベントが盛り上がっております。まあ、昨年は土砂降りの雨で、いや本当にどうしようもないなという感じがしました。まあ、去年はスポレクに合わせたというふうなこともあるんですが、今年は本当に晴天の中で非常に素晴らしくやっていますので、本当に終わったなという感じがしています。まあ、まだ時間早いのでね、まだまだありますが、この後本当に大勢の方が来ていただければ嬉しいなと思って。おはようございます。